江戸小話、目印。田舎から主従二人で京都の町へ上り、宿屋を取って方々見物して回った。宿を出るとき、主人が、都はどこも同じような家ばかりだからよく目印をつけておけ、と下男に言っておいた。それなのに、晩に帰ると、宿がわからなくなってしまった。そこで主人が怒ると、下男が、いいえ、朝出た時に角口へ椿で印をつけておきましたし、その上念を入れて、屋根にトンビが2羽止まっているのも見届けていったのですが、椿は消えてしまい、トンビもどこかへ飛んでいってしまったのです。